皆さんこんにちは、ゆかさるチャンネルへようこそということで、かきわぎ同期の、仲間がコンディショニング、まあ、ケア、体のケアをしてくれるということで、お家に来てくれるということで、しがうらっていうんですけども、しがうられなも今個人でもう独立してケアをやっていて、もうガンガンね仕事しているので、どんなセカンドキャリア、まあ、きっかけとかいろいろ聞いていきたいと思います。ぜひぜひサッカーしている人だったりアスリートの人は、こういう感じで、サッカー辞めた後にね、仕事をして、ね、独立していったんだとか、なんか参考になればいいかなと思って、今日はカメラを回しながらケアを受けました。それでは皆さんご覧ください、どうぞ。なんでこの仕事をしてるんですか？なんで？いつ辞めたんだっけ、サッカー？ヤマトシューフィールドってなでしこに入る2部だったよね。いや、2部かチャレンジ、チャレンジの時だった。でもまあそんな感じじゃないじゃん。なんで辞めたの？なんで、まあ、怪我も多かったし、ちょっとトレーナーに興味が出たから、うん、あー、でも最初からそういう気質じゃん、高校の時からケアオタクみたいなね。だよね、馬塗ってた。なんか馬塗ってた、くせー、こいつは臭かったんだって、ずっと接骨院の匂い、ほんと臭かったんだって、この人の部屋。やめんかい。はい、んで、それサッカーやめて、トキワギ日体シルフィ終わり。そう、で、やめてどうしたの？やめて、本当は国家資格取りたかったんだけど、国家資格無理だなと思って、うん、独学で勉強しながら働きたいなと思ったから、うん、ストレッチの専門店で働きました。それがドクターストレッチね。そう、2年ぐらい働いて、長っ。で、まあ、バイトってこと？うん、社員で。あ、そうなんだ。でも結局時間が全然なくて、うん、毎日その予約もカツカツで、うん、人気芸人やん。いや違う、芸人じゃん。余裕なくなってきたから、うん、もともとなんか自分でやった方がいいよって言ってもらったりとか、まあそうだよね、絶対そっち系は。そう、なんかチャレンジしてみたいなっていうのがあって、うん、まあ、自分でその、なんだろう、やりたいことを形にしたり、うん、なんかもっとこういうのいいんじゃないかと思ったらそれ取り入れたりとか。ああね、そうだよね、マニュアルがあるんだよね、ああいうのって。やっぱりドクターストレッチで自分でマニュアルするのなんか作りたいなと思って、はい、何も考えずに車とベッドだけ買って仕事辞めた。かっけえ。だから親戚だけスタートかな。レナの？そう、親戚だけ。こっちにいるの？そう、新横浜にいるから。へえ。で、そこで何も考えずにスタートして、うん、でもさ、お客さんたちさ、なんでしがうら辞めたのってなるよ。あ、その人たちがでも来てくるんじゃないの？でもお客さん引っ張っちゃいけないから。なんだそれ、だる。まあそうだよね。そう、まあでも多分やると思いますみたいな感じ言ったら、うん、Facebook とかで晒してくれたりとか、まあ、来てくれたりね、してもう、まあ、自分では引っ張らずに、まあ、あっちから来てるから別に店も何も言えないよね。そういう感じ。へえ。で、うん、やったかな、それがスタート。で、なんやかんや今もう2年半、もうちょっと3年。そうだよね、一緒ぐらいに始めたもんね。あ、そうかな。はい。近いよね。でデコ光ってるかもしれないからやめて。でも多いよね、そういう子。トレーナーになりたい子が、サッカー系で怪我してるみたいな子は。女子サッカーの子で連絡くれるようになったのは嬉しいかな、うん、だってさ、多分いなくない？女子サッカーやってて今個人でやってる人あんま少なくない？個人はなかなかいないね。なんかどっか勤めたりっていうのがスタンダードだから、まあ別に国家資格あったに越したことはないけど、なくてもできることってあるんだよみたいな。あ、かっけえ、ちょっと今の。やべ、いいかい今の。言うよね。でもとりあえず楽しいからさ、この仕事がね、今ね。好きそう、この人好きなの。こうやっていろんなとこに行って、この人好きなの、人と結局出張がめっちゃ好きなんですよ。で、その合間にいろんなとこ行って、ちょっとそのご当地のもの食べたりとか。こいつ食いまくりだからね、マジで。インスタのストーリー見てみ。ほぼ食だからね。こいつ仕事しに行ったと食いに行ったのかわからない。だから仕事してると思われてないかもしれない、もしかしたら。そうだよね、分かってない人はね。そう、それぐらい。うちも多分思われてない、普通に。うち仕事してないけど、ほぼ。そう、はい、そんなもんです。そんなもんです。はい、美味しいです。はい。オレンジアロマ、いい匂い。いい匂いのアロマをこう必ず枕元にやって、できる。おじいちゃんおばあちゃんにもなんか揉みほぐしをサービスでしてたら、あんたの手いいねって言われて、でちょっとその気になって
でもその気質あったもん、ずっとあ、いいかもって思いながら模索してたら、あ、これが好きだってなって、いいね、サッカーより好きなこと、今の方が今の方が好き。でもそれって言える人少ないよね、サッカーやめた子で。なんか仕事してるのかプライベートなのかよくわかんない。一日あっという間に終わるし、でも何々してみたっていうのが一番よくない？だって車買ってみた、ベッド買ってみたって言って始めたら、うちも仕事辞めてみたの電話で辞めたもん、あのバニーズのスポンサーの会社、すいません辞めますって電話で辞めた。結局はあれかもね、行動を起こした者勝ちかもね。そうじゃね、なるようになるって思ってる、ね、勝手に、ね、なんかあんま人目とか気にしなくなった。え、気にしてたの最初？え、気にしてた。人に結構どう思われるかとかって最初の方気にしてた。どこ気にしてたの？え、でも本当にね、自分で仕事するようになってから、うん、なんか自分が好きなことやってんだったらいいかなって思うようになった。え、それ素晴らしい。その境地に行くのはなかなか行けないと思うよ、人は。なんかうちはの仕事の仕方さ、うん、周りになんかすごい人多いみたいな、なんか社長と結構関わるから、なんかあ、こうなんなきゃいけないんだとかすごい思ってて、すごい苦しかったんだけど、でも最近あれ、大切な人幸せにできたらいいやみたいな、どうでもいいやみたいな思ったのがマジで最近。そうだから目の前のこうやって担当する人が喜んでくれたらもうそれでいいっていう感じのスタンス。聞いた？だってトレーナーをさ、言うたらもう本当めちゃめちゃすごい人なんていっぱいいるし、その人と比べてもあんまりいいことないから、うん、そうだね。そう、何らかのその価値を感じてもらえて呼んでもらってるのかなって思うと、うん、そう、自分のできることを一生懸命やって、その場その場ちゃんと喜んでもらう、うん、っていうのがやりがい。しっかりしてるね、ためとは思えんね。いやいやいや、あんたはいつそんな成長したの？え、なんだろう、前よりなんか自分らしい。前はクソだったと思う。いや、クソじゃないよ、あんた最初から優しい人だけど、優しすぎて、そう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 、なんかいいよいいよって何でも言って、そうだよ、今日言ってたじゃん、そうやって全部イエスマンで、そうイエスマン、自分すっごいイエスマンだと思ってる。イエスマンだったよね。でも今すごい芯があるように見えます。でしょ、いい話が取れてた。大丈夫で、何その指、うん、え、これね、あの違う、あんまりベタって触ると、うん、あの人の体って構えちゃうのよ。あ、そうなんだ。から接触面をちょっと少なくなくて、いいんですよ、カラオケとかレナっぽい、レナっぽい、レナっぽい、いいよ、そのままでいて、レナっぽい、ちょっと変みたいな、ちょっと変なんだよね、どこか。はい、というわけで今自宅でケアをしてもらいました、しがうらさんに。ちょっと私はすっぴんなのでねこういう感じで失礼しますが、こんな感じでね伸ばしてます。痛いよ本当にね、いろいろ硬いんだよね私、本当にね体の使い方間違ってるからね。心も柔らかくなった、ありがとう、なったなった。いやマジでケアは大事です。コンディショニングケア、コンディショニングケア、しがうらまで皆さんご連絡ください。ホームページとかあるんですかね？ないです。何でやってんの？本当口コミだけか。口コミだけ、紹介だけです。じゃあまあリカチーに言ってもらえれば。本当にぜひ受けてみたい人は私に DM ください。何にも出ないありがとうございました。